それでさ、俺たち日本人っていう民族は、まあ先住民のイヌイット族っていうか、北海道を侵略するときにさ、アイヌの人たちをもう略奪し、人たちから略奪してさ、レイプもしてさ、ひどい目に遭わしたんだよ。だからもう、ちゃんと北海道に行くときには、先住民の人たちに敬意を払って、足を踏み込まなきゃいけないんだな。本当、俺たち日本人侵略者として、北海道のアイヌの人たちをひどい目に遭わしたから、その罪滅ぼしにいつも神棚に飾ってんだけど、まあサラのいとこにはさ、リバプールとなんかイタリアにいとこがいたんだよな。サラのいとこか、ああイタリアか、ああイタリアね、イタリア、イタリアにもいとこがいたぜ。なんか英国人なんだけど、イタリア人のいとこがいて、あとリバプールのいとこはなんか革ジャン野郎でさ、パンクスみたいな格好してたんだけど、俺のテーブルマナーが悪いとか言って、クソ味噌に行ったけどな、リバプールのいとこな。リバプールか、ビートルズが有名だよねとか言ったらさ、おう、ビール、リバプールってのはな、奴隷商人の町だったんだよ。アフリカとかインド攻め込んでって、遠洋航海してさ、IPA ビール、IPA ビアを飲みながら、遠洋航海に耐えて、で、インドの人たち、東インド株式会社を設立するために、国営のな、BBC っていうラジオ局があるだろ、東インド株式会社、株式持ってたからわかんねえけど、まあ国営だからな、東インド株式会社、インド人を略奪レイプして成り立ってる、まあ港だったり、ビートルズ、アフリカにも、アフリカから連れてきた奴隷を裁く奴隷商人の港があるところ、リバプール、ビートルズビートルズかっこいいよね、おしゃれだよね、革ジャンにリーゼント野郎だったらしいぜ。それでさ、ビートルズか、イギリス人の誇りだよね、リバプールの星だよね。リバプールか。リバプールだってよ。だから俺英国行った時さ、結構白人にのけもんにされたんだよね。英国の白人は俺とは本気で付き合ってくんねえからさ、インド人とかパキスタン人とかジャマイカ移民とかな、ジャマイカとかハイチとかの出身のアフリカンの移民っていうのは西インド諸島から来た移民なんだよ。そこら辺の飯を食ってたら、英国行ったらまあやっぱりソウルフードとかな、ノッティングヒルの恋人っていうクソみたいな映画があるだろ、あれ、あんな白人ノッティングヒルにいたから、ジャマイカの街だったけどな、ボブマーリーが住んでたらしくてさ、ノッティングヒルだよ、あんな白人の本屋、まああんのかもしんねえけどな、青い目したジュリア・ロバーツみたいな本屋さんがあんのから、ノッティングヒルのイメージ狂っちゃうと。あとブリクストンっていう、南の方、東と南、東南かな、南東の方にロンドンの街にブリクストン、そこなんかデビッド・ボーイが出身地らしいけどよ、俺デビッド・ボーイがブリクストンの出身とは知らなかったな。クラッシュのポール・シムノンも行ったらしいぜ、ブリクストンにな、あっこ住んでたらしいけどな。
ブルックストンもジャマイカンがたくさんいる街、移民の街なんだよね。ソウルフードの、まあ、駅降りたらソウルフードのレストランがあるから、まあ、ノッティングヒルにあるマングローブっていうソウルフードの店があるんだけど、黒人の料理っていうかクレオール料理だよ、ね、まあ西インド諸島だよ。東インドっていうのはあの東のインドのことで、西インドっていうのはアメリカの南の方ね、下の方、あっこら辺のことを西インド諸島っていう。インドでもちょっと東と西と違うな、だいぶ距離あるなっていう感じなんだけど、あのまあインド人とかパキスタン人が仲良くしてくれて、俺はもう未だに羊料理がもう忘れられないね。まああのヒンズーの人は牛は食わないし、ムスリムの人は豚は食わない。だからまあ間を取ってチキンとかさ、羊とかラムとかマトンとかな、羊文学だよ。レッドツッペリンっていう、レッドツッペリンっていうハードロックバンドがいるんだけど、日本に来た時にジミー・ペイジが持ってたギターがレスポールだね、ギブソンレスポールとかギブソン SG のダブルネックとか、そんなのカッコつけて持ってたんだけど、最初の1枚2枚そこら辺あたりでジミー・ペイジが弾いてたのがこのフェンダーテレキャスト、これで結構ぶっとい音が出るんで、テレキャスターでな。で、レッド・ツッペリンのセカンドっていうのは、普通楽器用のマイクロフォンっていうのは、シュワーの57っていうのね、57な。57っていう SM57 だっけな。あれで録音、楽器の録音はな、ボーカルは58っていうな、58で SM58。ボーカル用マイクだね。5% でさ、もう全部ドラムも2本立てで、ギターアンプも、ベースも、ボーカルも全部 5% で録音したんだって、あれな。レッド・ゼッペリンのセカンドアルバム。1日か2日で録音して、1、2週間でミックスダウンしたっていう。あのエンジニアすげえなとか思ったんだけど、まあその頃のジミー・ペイジの、ギターが、使用ギターは、フェンダーテレキャスター、テリーって言うんだけど、まあこれ見た、GOP って言ってな、アメリカ共和党のドナルド・トランプっていうなんか、ドイツ人の白人野郎が、それはカントリーウエスタンのテネシーのギターだろう、言って、白人のギター持ってブルースなんかすんなよとか言って、イチャモンつけてきたんだけど、いや、白人のギターって誰が決めたのっていうね。まあ、確かに、白人の人たちがよく愛用するギターなんだよ、これ、ね。フェンダーテレキャスター。カントリーウエスタンの、ギターなんだけど。まあ、オーティス・レディングのバックバンドにいたスティーブ・クラッパーっていう、メンフィスの、まあ、ブッカー・ティー&MGs っていうグループのギタリストが、このフェンダーテレキャスターの名手だったね。メンフィスギター、いやメンフィス作ってんのかな、フェンダーって、わかんねえけどな。メンフィスギターのね、フェンダーテレキャスターな。カントリーウエスタンしかしねえと思ってるらしいけど、レッドゼッパレンとか、なんだっけ、オーティス・レディングのバックとか結構ソウルフルなやったりとか、ハードロックとかにも使用されてるね。カントリーウエスタンか。ああ、カントリーウエスタンでのギターって言うと、ペダルスチールギターって言って、ハワイアンがよく使うスチールギターあるじゃん。あれってさ、チューニング決めたらさ、ああいうのってフレット押さえないから、な？バーで押さえる。チューニング、一つのチューニングで、一本のバーで押さえるから、まあ、この、復元っていうかさ、二つ弾く場合に、違うチューニングに変える場合、ペダルでグッとベンディングしてさ、チューニングを変える。ハワイアンのスチールギターは、
あの、チューニング変わんないんだな。で、まあ、俺の友達のカントリーロックっていうか、まあ、ジャムバンドっていうのかな、グレートフルデッドみたいなバンドがいてさ、かっこいいんだけどさ、そこのペダルスチールギターがかっこいいんだよ。もう、ライブハウスいるともう、頭ぐるぐるになるぐらいさ、もう気持ちよくなっちゃうんだけど、ビョーンって言ってさ、で、あの、それに最新のエフェクターかけるんだよね、ペダルスチールギターに。ストライモンのリバーブとかな、ストライモンの、ドラえもん？ストライモンっていうさ、エフェクター会社があってさ、ストライモンのリバーブとか、ストライモンの、なんだっけな、ディレイマシーンとかな、あんなのかけてるのもう、もう頭の中トリップしまくりなんだよ、そのペダルスチールギターな。まあ、テレキャスターの音はまあ、ありきたりだからカントリーウエスタン使うな。俺はオーティス・レディングのバックで弾いてるスティーブ・クロッパーのギターに憧れて、オーティス・レディングな。あれの、ギタリストのスティーブ・クロッパーに憧れて、このギターな。あと、レッド・ツッペリンのジミー・ペイジ、使用ギターです。カントリーウエスタンのギターはあんまり得意じゃないんだけど、ペダルスチールギターの音を聞くのは大好きなんだよな。あれ気持ちいいんだよな。チューニング変えてさ、スライド、バーをスライドさせて、バーをスライドさせたかと思ったら、ペダルでさ、チューニングを、あの、下げたりとかで、上にバーをスライドさせてんのに、ペダルでバーを下にチューニング合わせたりとか。で、復元っていうの、二つ以上の弦で弾くときも、あの、違うチューニングに変えられるから、すげえかっこいいんだよな。なんだっけな。ペダルスチールギターだと、あれが言ったな。俺持ってる、レコードでしか聞いたことなかったから、その友達の、ペダルスチールギターがあるジャムバンドの、ペダルスチールギタリストに、思わずもう、すごいな、俺、ファンになっちゃったよって言ってさ、声かけてさ、で、エフェクター何使ったのとか言って、これとこれで、って、もうすごい気になってたんだよね、とか思ってさ、んで、まあ、そうそう、そこのボーカルは、なんだけど、あ、そうだ、ギタリストもテレキャスター持ってるな、そのジャムバンドな、テレキャスター持ってたよ。あと、ボーカルはヤマハの150を持ってたんだな。すげえな、ヤマハの赤ラベル持ってるぜっていうな。そうそう。テレキャスターのカントリーだけかなっていう。わかんないけどな。まあ白人か。かわいいよねっていう。白人か。カーボーイっていう感じ。そうそう、プランテーションでな、アフリカンアメリカンをこき使うんだよ。